今手術が終わって帰ってきました。今日の手術で、治療がほとんど終わりです。で、1ヶ月間肩にこう釘を入れて、肩関節を固定していました。ただまだスポーツとかは禁止で、自転車に乗れるのは1ヶ月先になります。で、手術で1ヶ月固定してたので、こっちはもうほとんど動かなくなってて、今真横に上げてみると、なんか冗談とかじゃなくて今これしか上がんないんですよ。そうですね、まあ思ったより体が動かなくなってるのがショックなんですけど、しっかり評価をして問題を見逃さないようにして治療を続けてれば、まあ、絶対良くなるっていう自信があります。ここからスタートだと思って頑張っていきます。はい、こんにちは。今日は2月10日、抜く手術をしてから1ヶ月経ちました。なので今日から自転車に乗ることができます。で、今からちょっとだけ走りに行きたいと思います。本当はもう100キロ、200キロね、走りたい気持ちでいっぱいなんですけど、いろんな人から無理するなと言われていますので、ま、視聴者の方もそうです。Twitter とかね、で応援のコメントくれてる方もそうですし、YouTube でコメントくれてる方もそうですし、まあ、インスタとかでもね、無理しないでくださいと、たくさんの方に言われておりますので、無理せず、今日はほんのちょっとだけ走りたいと思います。肩はもう本当に良くなりました。ほとんど痛くないです。全然、問題ないぐらい動くようになりました。筋力のね、差はまだあるんですけど、筋トレはまだ一応そんなにやっちゃいけない。まあ軽い負荷でしかやってないです。もうちょっと時間経ったらね、段階的にこう筋力つけていって、また元通りにしたいなと思ってます。はい。じゃあ今日これから走っていきます。うわっ行ってきます。かったね、うん、秋から冬になったもんね。ねえ、なんなら来週から暖かくなる。そうだね、春になっちゃうね。長かったよ。今の気持ちはどうですか？なんだろう、ワクワクする気持ちと、うん、なんかまた信じられない気持ち夢に見てきた日だけど、うん、実感が湧かないっていうか。そっか。ただ
久々この感じ。ゾンちゃん。ゆっこい。このジャージ着るの1年ぶりぐらいだったの。すごい久しぶりに。寒いね外って。ねこんな中走るの。そうだよ。しかも今日めっちゃ暖かい方だからね。これ暖かいの。これめっちゃ暖かいよ今日。マジ。なんかさ、うん、自転車が前に進むのがすごい不思議な感覚。ずっとローラーだったから。景色って変わるんだよ。前にスーッと進む。嬉しいね。嬉しいね。嬉しいや。イエーイ。また引きずり倒してるからお前、私が3ヶ月間何もしてなかったと思うんだよ。いいね、いいね。マジで。マジで。普通に走るの、普通の大きな前日の、頑張っちゃった、ずっと以来。Just fired.